今度はこちらは LC500 の H ハイブリッドモデルです。この辺の始まり方がやっぱり派手ですね。ハイブリッドなのでエンジンがかからないでスタートします。この車もセレクターは手前引くと M モードになる。 M モードだとエンジンかかるって感じですね。今はバッテリー残量の問題からか EV モードにはならないです。でも結構バッテリー表示としては8割ぐらいありますね。今エンジンが止まって EV モードになりましたね。で EV 走行できますね。 EV 走行が何キロできるかとかそういうのは表示には出てこないですね。とりあえずコンフォートモードで走ってみたいと思います。エンジンかからなくて静かなのでタイヤの石跳ねがインナーフェンダーに当たる音が結構バチバチ聞こえます。今エンジンかかりました。車速としては30キロぐらいで今エンジンかかりました。多分どっかの制御でもうちょっと EV 走行できるはずですね。車音の感じとしてはガソリンモデルとそんな印象としては変わらないですね。センターの甘さ感とかハンドルのフィーリング、ステアリングフィールもガソリンモデルとそんなに変わらない。S プラスでエンジンのレッドゾーンが6600回転からになってます。ガソリンは7000からでしたけど少し回転が下がってますね。やっぱりそのステアリングの電動パワーステアリングの重さでセンターをガツッと止めてる感はあります。で実際にはその車体タイヤのキックバックで直進が維持されているわけではないので、その辺は少し本当のアライメントがぴったり出されている車の直進感とはちょっと違います。こちらは100キロでもアクセルを戻すとエンジンが止まるので、走行音としてはタイヤのロードノイズと風切り音、どちらかっていうと風切り音の方が大きいかな。で加速アクセル踏み込むとキックダウンが入って結構高いところでエンジンが
回転が高いところでかかるので、そこでちょっと、まあ、あれですね、連続感が途切れて急加速させてるような感じになっちゃいます。今もそうですね、別にそんなに加速させたわけじゃないんですけど、まあ、これは今あれですね、Sプラスモードになってました。サスが少し硬い、やっぱり全体的にゴツゴツ跳ねる感じと、その跳ねによって車体のボディ側が少し強振して、それが収束するのに少し時間がかかるような感じがどうしてもあります。加速しようとしてアクセルを踏み込むと、一気にこう3速ぐらい落ちるような感じで、エンジンが4000回転ぐらいまで一気にかかるんですよね。今もそうですね。そんなにあのガツンってアクセル踏んでるわけじゃないんですけど、かなりゆっくり踏まないと本来の回転数ではつながらなくなっちゃって、一気にキックダウンが入っちゃう。コンフォートモードでもそんな感じです。エコモードだとその辺がだいぶマイルド、エコモードが一番自然かな。 NA に近いぐらいの感じですね、加速量としては。アクセルの敏感度
まあ、100キロ重くなってないのでハイブリッド仕様でもですね60から80キロぐらいの差なので、それに対して燃費がモード燃費で2倍いいですから、まあ、経済性を言うのであればハイブリッドの方が断然環境性能が高い、ランニングコストも安いと思いますね。まあ、どの道ね、重たいカテゴリーの車であるので、軽快なハンドリング感というのはなかなか出しにくいとは思いますけども、まあ、それでも、ね、AMG とか BMW とか大排気量でそういうアジリティ高い車もありますから、その辺どういう味付けになっているのかワインディングで確かめたいし、まあ、ハイスピードなサーキットとかもね、あとはニュールとかも走ってみたいですね。した時のクラッチ感、クラッチ感が結構しっかり感じられます。クラッチミート感っていうのは、
結構 S スポーツ S プラスっていうのにするとあのパワー感と変速フィールは非常にスポーティーですね。ガソリンエンジンよりこっちはスポーティーかもしれないな。マニュアルモードに着いたけど自動的にシフトアップしてましたので、ドライブレンジにするともう CVT のように無断変速の加速になっちゃいますね。マニュアルモードであのステップ比つけて加速した方がスポーティーな印象です。